さあ、準決勝。準決勝第2試合だよね、これ一応ね。俺とマイポンが準決勝第2試合。お。気になるんだったら書くなよ。銃と音聞こえてるだろうからさ。ああ。兄貴どこだ。互いの武器がわかんない。兄貴の武器 CBJ じゃないの。大正解。でもほら。本気じゃないんだね。いや本気だよ。これ本気武器なの。リンクキラーだよ。リンクキラーか、なるほど。セカンド殴り。おっと。お、すげえ。さあ、しらちゃん。あ、届かない。今度さ、ペアを固定にしてさ、ダブルスやんない？いいよ。ダブルス？うん。4人ってこと？ 4 人で2人ってこと？そう、あの、ペア固定で。あ、なるほど。それも、それも面白そうだよね。1対1やって、合計点。わーっと、早くも返したね。待って、これ CBJ 勝負してんの？プティンが構えてんだけど。CBJ 勝負してる。あなたを真面目な敵と認めよう。ネタ勝負だったら俺もやりたい。ネタ勝負なんてやんねえ。下ネタ勝負やりたい。それはもうサーバー借りなくていいじゃないですか。普段からやってるじゃないですか。でも下ネタはもうマッキョさんだから。マッキョさんかね。あなたに下ネタの称号を差し上げます。うまきた。うわ。おーっと、GG8。さえ渡るね。グロックね、グロックじゃすごいよね。マジでさっきやばかったんだけど。秒で溶かされたよ。さあ結構テンポの速い試合になってますけど。あんま止まってないからね、これ。最低得点差なんだよね。おっと、これは。どうだ？やりきれない。どうだ？ええ？スイープ行っちゃう。さあ、マッキョ下克上なるか。初戦敗退からの決勝進出まで。おっと、これは？え？最悪だ。まずか。え、なぜわかった？すごいな、今の。マジか、おぉ、すげぇ。17しかね。いやー、非常にいい試合だね。マッキョさん、そうだな、決勝進出ってなると初戦敗退からの決勝進出だからね。一番試合数が多いってことなのかな、そうなると。
さあどうだ。なんだあれ、44か。おーっと。惜しいな。大きなプレッシャーだね、これは。うん、進めないかな。下手に進めない。怖いなぁ。当ててくるか、今。おお、これは相当熱いコンタクトだったね。おお。当たったのに。ああ、もうちょっとで。やっぱりスナイパーこの当たったのにっつうのがあるからね。多分これは回復追いつかないんじゃない。さあマキ頭使うね。嬉しいな、本気じゃね。多分最初から本気でやってるよ彼は。そっか、そうですよね、すいません。めっちゃ武器を本気に、めっちゃ謝ってくる剣。男の戦いに水を差した。ラグいな。いや、完成モードだからつのもあるよ。おーっと、ラグいラグい。あ、ラグいね。さあ、これはチャンスなのか、それともこのラグを味方につけるのか。逆にラグを味方につけろ。結構あるからね、ラグのせいで勝ってなかった。さあ、どうなる。試合はまだまだ序盤です。さっき俺奇跡的に動けたけど。どうだ。あーっと、これで同点。お、すげえな。一緒だ、一緒。あんなに反動制御できないんだけど。こうなっちゃうとな。どっちとも戦いたくない。そうだね。嫌になってきた。嫌になってきた。うん、はっきり言って嫌になってくるよ、ワンオンワンやるの。孤独だからね、戦いが。面白かったよ。怖いから、怖いけど面白かったよ。うん、これはもう定期的に開催しようね。ミンケ怖いんだよな。緊張だ。今すげえ緊張でちょっと触れてる寒さもあるけど。でも、うん、俺なんて2試合後なのに。さっきの余韻か知らないけど、すごいプルプルしてるわ。ケントとやりたいな。いいよ。さあ、シナちゃんが若干これはこっち来いよ。俺はさっきやったわ、いっぱい。これはちょっと長くなりそうですね。さあ、マキが勝負を仕掛けるか。ラグいな、すごいラグいな。ラグ、うん、ああ。さあ、マキが一歩リード。タップか、タップか。サプリサ怖いよね。
けて、助けて。止めない。よいしょ。どうだー？一緒にしてくれたね。あーちょっと。おー。集めることも覚えたのか。さすが努力の塊。努力の塊みたいに言うのよね。でもマッキョさん、最初に出会ったこととか信じられないよね、本当に。めっちゃゲームしてますか。まあ今となってはリンクに欠かせない二人ですけど、どうだ？出会った頃話してもなかったわ。こういう時さ、プレスがついに。どうだ？吉田ちゃん分かってるか。どうだ？お？いや、ああいう時って打ち切った方がいい。さあ、ハンドシェイクのやり方がいつもわかんないんだけど。さあ、試合見えてきたでしょうか。マッキョが大きくリードを広げました。やばい。さあ、初戦敗退からの敗者復活で決勝進出となるのか、マッキョ。それとも副クラン長の意地を見せるのか。兄貴こそじゃなかった。兄貴ことシナちゃん。これどっちも美味しいぞ。これも15分オーバーしちゃいそうだね。さあ今日も6時まで作業完了と。大丈夫、俺も起きてるから大丈夫。あ、了解。じゃあやろうか。うん、あの今日のね、お昼の 2on2 の動画も上げたいから。あ、そんなのあんの。うん、見たいわ。セベダルさんとね、一緒にやらせてやったやつだ。そう、勝てねえ。さあ、マッキョ、見えてきました。残り3点。これ、すごいね。敗者復活で決勝まで行っちゃうなんて。どうしよう。なんか、大会の盛り上げ方を知ってるよね。まあ。その声がない。いや今ちょっと真剣に見てた。真剣に見てた。その声がない。普通に見入っちゃったよ。うん、見入っちゃった。あと俺今あのダブルスのトーナメントのこと考えてた。まずみんなが予定合う日に開催しないと不戦勝とか不戦敗とか出てきちゃうからね。お。二人とも若干ここは慎重になる感じなんですね。次の1点が結構試合の流れ左右する1点になりそうだ。ここでマッキョがさらに突き放すのか、それとも兄貴がまず1点返していくのか。あ、それ使えない。さあ注目の一手は非常に長い